いただきます。今日のご飯は手巻き寿司、海苔をこれからやっていきたいと思います。手巻きパーティーニコニコ海苔いる？いります。6枚ぐらい食べたい。そんなに食べるのね。あ、なるほどね。長いのね。長い、うん、あなるほど。ガンガン食べていいのか。ガンガンどんどんバンバン。これ本物かわかんないけど。あら、おカニからですね。まずはカニ、うちのマヨさんはカニからいただきます。うわあ、いったいかがですか？美味しいですか？うん。うん。カニカマだった。そりゃそうだ。そりゃそうだ。うん。いいじゃないですか。うん。削るならいつも。うん。俺いつもこう自分でやるとき、あれですね、キュウリ切っとくってのありましたね。そうね。どうすればよかった、ごめんなさい。ぐちゃっとしますけどね。いただきたいと思います。うん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 。うまっ。じゃあそして、うちの皆さんお手製のきんぴられんこん。いただきます。うまっ。よくね、作ってくれて。うまいよね。うん。どんどんいきましょう。皆さんあんまりあれでしょ、手巻きの寿司したことがないと伺いましたけど。そうです。またなんでよ。なんでよ。うん、たまたま。え、する機会なくない？ええ、うん、する機会ないんだ。まあそうだね、うん、だったら普通の寿司食べるとかね。うん、なんか結構一人でしたかもしれません。へー。一人でキュウリ切って。へー。一人暮らししててもなんか海苔って使う機会あるじゃない、料理とかで。私あんまりないんですよ。韓国海苔だったら。ああ、なるほどね。そう。今なんかたまにそのおにぎり作る握るとかもあるっちゃあるじゃない、例えば。なんかそれでなんか海苔がもう賞味期限やばいっていう風になった時とかに。お刺身買ってきてするかみたいなのがありましたね。美味しいね、本当に。いいね、うん、うん、いくらなんちゃ、うん、いくらなんちゃ。さあ、うん、すごっ。ピッ、親子、親子、親子巻き、親子巻き見せるね。ん、あ、取るか。あブブー、社長やってる。何よ、ん、親子巻き。あ、いいね。さあ、もうラストになっちゃう、うん、てかラストになっちゃうからここでしかできない。ちょっと多くすぎましたね、ご飯。ちょっと多いね。うん、いいですね、親子巻き。うまっ。月に1回とかなんか決めるのもあれだけどさ、うん、なんか毎月何の日みたいなのって面白い。そうよね、餃子の日みたいな。なんか脅迫観念生まれちゃって全然楽しくないから。そうなんだよね。ああ、そうか、今日餃子の日か。うん、今日餃子っぽくなくないみたいな。疲れてる日に餃子はちょっと辛いかもしれない。辛いね、うん、
コロナ禍が続いた時はさ、うん、ほらあんまり出ないのがほら基礎習慣というか基本的だったじゃない、うん、まあ世の中的にというか、そんなこう外出ることもないから、そういう疲れはなかったなとか個人的にはあるんだけど、なんか家の中で仕事してる疲れと、なんか外出でと疲れる疲れってあるじゃん、うんうん、疲れだから違う別物じゃない、うん、トークテーマ出したらいいかな。うん、うん、無理しなくていいな。普段だけでいいじゃないの。そうだね、うん、海苔食べれるのがいいかな。いいなって思う。すごいなんか顔見てないけど、なんでなんでその海苔にこだわるのみたいな感じの顔されてるだろうなって思う、すごく。いや、海苔が主役なのかな。個人的には結構そうだね。具材じゃなくてって思われるかもしれないけど、今お刺身たちがえって言ってるよ、これらじゃない。なんか主菜感ない。海苔主菜ってあの、うん、あのメインのおかずって意味じゃなくて、うん、あの主菜者、うん、オーガナイザーみたいな。海苔なきゃ始まらないかな。うん、俺あの大根のつまとか、うん、あと豆腐、うん、とかを巻いて食べることもあるんだけど。そうなの。うん、あ、それはあれよ、あのお金がなくてとかじゃなくて好むで、なんだろう、お刺身たちも毎回違うじゃない、うん、だけど海苔だけはあるじゃない、うん、だから海苔メイン、うんうん、ちなみに今日は何飲んでる。日本酒。日本酒、うん、なんていう日本酒。新寮、新寮かな、なんかイタルっていうとこ、イタル、イタルなんてイタル、うん、あの新潟に行った時に、うん、お店で飲んで美味しかったのをお取り寄せしました、うん、よかったね、うん、終わりが近づいてるのは悲しいね。食べていい？どれは？どれ？いいよ。やった。ベビー、ベビー、ベビー。ザエモンがいる。え、踊ったことはあるの？うん。ないの？うん。なんで？え？あるの？と正解だな、手巻き寿司で、うん、この気分だったなって思う、うん、恍惚とした表情というか、なんかみたいな。お腹いっぱいになっちゃった。あ、こっち、うん、スパートかけた？ん？なんていうの？最初から待って待って、食べ過ぎた、食べ過ぎた。マラソン大会とかって子供の頃やった？学生の頃、はい、走ってたじゃん、うん、で、どこにスパート持ってた？全くそういうの考えずに走ってた。だ、何位ぐらい？この合計全体を、全体100分の考えた。大体後ろの方だった。うん、部活のやってる時は、うん、前の方だったけど、大体は後ろの方で、うん、脇腹抱えて、こうやって走ってた人だから、なんで食いたいみたいな。すごい、スパートとか関係なかった。関係なくもただただ脇腹が痛い。なんで私こんなことさせられてるのみたいな。もう早くつかないかなみたいな。しかしつかない。つかない。かわいそうにな。良いね、うん。全部和統一ですからやっぱり。うん、天下統一。したことある？はい。もしでも統一しちゃったら何したい？大変上手。
私の元に並びなさいって美味しいもの持ってきて、ああ、見つがせるの、なるほどな戦をしたら死ぬのに、いつの時代の人だ食べたね、食べたということで、はい、皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日もありがとうございました。いい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったー。またありがとう。